元波系寝起きです。今日はカードを売りに行きたいと思います。お第2弾ですね。この前もカード売りに行ったんですけど、前回よりも数は多いです。おー、なかなか。こんだけの数を売りに行きます。だいたい数えたところ、まあ、約500枚ぐらい。おお。500枚近くあるんで、まあ、これをね、カード屋さんに持って行って、売ると一体どれぐらいのお金になるのかっていうところですね。でもね、なんでカード売るんやって、メインチャンネル見てもらうと分かるんですけど、ナメちゃんが借金まみれで、でもお金なくてカード売ってちょっとでもさっきの返済に当てようと、そういうことでございます。まあ、コレクションたちとはちょっと違う、ね、やつを売りに行きますけど、コレクションしてるやつはまた別であるんですけどね、そんなめちゃくちゃ高いカードがあるわけじゃないです、おそらく。うん、1枚何百円とかのカードとかを大体500枚ぐらい集めました。ということで、ナミちゃん後で集合ですね。うん、僕も今から別件で行きますからね。ではカード屋さんへどうぞ。はい、お店に到着しました。ナミちゃん化粧も終わって、ただなんかあと20分ぐらいでもう出なあかんと急がなか急いで、だからちょっとあの買い取り、お店にカードだけ渡してなんか夜取りに来てもいいらしいから、それでお願いします。はい、では、カードをですね、ナミちゃんここに入れてください。全部順番とかある？順番とかはこうやって順番とかありました？入れる順番とかもう一回作っといていいですか？はい、そのままでも大丈夫ですよ。あ、わかりました。スリーブのままでも大丈夫なんで、もうそのまま優しいですね。はい、一応見せてください、パラパラっと。うわ、これはあれやな、俺が選んだあの普通に使うダブルレアたち売れるのかな、わからん。何ですかこの玉は？それいや、それもあれやこれあのありすぎやろ、デッキで使うやつらどんだけ箱開けたかバレるな。バレる。でもさすがにこんなに俺ら使わんから絶対。そうやな、持っててもな。そう、じゃ家にデッキで使う分は置いてるしかも、うん、ちゃんと避けてです。でこれお店の人にちょっとあの、ね、びっくりしてもらうっていう。あ、そうですね、はい、ちょポケモンです。これこの辺が多いんじゃない？この辺やっぱ多いで。はい、この辺、これ全部 SR、 そこに入れてください。それは多分サポートの SR かな。うん、結構あるな、すごい数ある。最近で言ったら、あ、どこや、あ、ナミちゃんがこれナミの地引きしたやつどこ行った？さっきあったな、おったな、さっき。あ、当たった。ナミの地引きいます売らせていただきます。ちゃんと聞きました。地引きしたけどいる？いらんって。いらんって。でも絶対全部1枚ずつは持ってるから、もう置いてんね、ちゃんと。ちゃんとケイ君に持ってる、家にあるって。うん、ちゃんとファイルに確認した。はい、これはもう普通に使えるカードね。ノーマル。ノーマルとちょっとちょっとキューラとかも入ってます。普通に強いカード。これ何これ？これな、これなんかエネルギー特殊なやつ、ね、全然いらん。これ間違って買ったやつな。それ間違った。で、あとはスペシャルアートとちょっとエチガイと V クラの CSR たち、これも全部置いてます、うんうん、でもこれ急に持ってきてるからな、もうどえらい数、どえらい、あの店員さんのどえらい数。あと何これ？これ HR ですね。全部 HR？ うん、そう。でもちょっとなんかレアっぽい、ちょっと珍しいやつもある。あ、なるほど、ね、この辺とかほら、触らないと人間とか、ちょっと人気のやつね。そう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 、2つにアルセウスとかも強いしな、うん、あ、ウルトラリア、ウルトラリアも置いてます。ウルトラリアちょっと集めててんけどな。うん、けどなんかもうキリなくなっちゃって、うん、え、これ嫌って言ったやん、これ。あ、置いとく。これ回収されました。危ねえ危ねえ、おめでとう。よし、こんなもんですね。はい、じゃあここにね、ナミちゃんの3サイズ記入して、なんでやねん、提出です。誰が興味あるの俺メモで書くわ、個人的に。すいません、これ買い取りなんですけど、あんま量多くないんですけど、いいですか？あ、どうぞ。すいません、すいません、少なくて。いや、少なくて、ありがとうございますこんなに。すいません、あとちょっと、あの、夜また取りに行きます。はい、かしこまりました。じゃあ、あの、カード渡したんで、ナミちゃん、この後ちょっとね、用事があるんで
僕もね、今なんかカメラ持ってもらってるなんか僕のファンの人ですかね。ちょっとあの友達とね、ちょっとこの後予定があるんで、また夜行ったり、いくらになったのかとか、ね、あのカードの束がまたいくらになったのかっていうのをね、また取りに行きたいと思います。はい、いいですね。楽しみやな、ちょっと200万ぐらいって行かへんわということで、ちょっと夜までスキップ。はい、ということで2人で集合しました。また再会。何時間ぶり？結構やな。5時間ぐらい。確かに。ということで、もう真っ暗です。外は真っ暗。暗すけ何してたん、なるちゃん。眉毛、眉アート眉毛はテカテカになっております、今3日間このテカテカごつ眉です僕はね、一人でカフェで編集してました。ということで、もうね、おそらく査定も終わってるんで、カード受け取りに行きましょう。あ、ちゃうわ、お金、ゴー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 。カードは受け取らへんわ、お金を受け取りに行くんや。そうや。じゃあ皆さん、一体いくらになってると思いますか。気になるね。受け取ろうか、うん、すぐそこなんで。はい、買い取り終わりました。はい、こちらのカードたち全部全部この下に書いてます。カードが全部書いてくれてるな。全部書いてくれてる。これを永遠に、多分今日一日やってくれてたであろうえらい数やな。ということで合計金額、はい、こちらに書いてあります、はい、ここにね、合計金額が書いてあります。いきます、はい、合計金額なんと1、あ、ちょ、ピンと当てない。1、10、約、1000、万、10万21万6000円やって。すごい、すごい、前より多い、前より多いなあ。あの、枚数も多かったからな、前より。そうやな。でも今回、あのしれっとダブルレアとか入れてたから俺しれっと、そう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 。あ、見て、SR、HR、UR、104枚とかある。これだけで104枚やったんやて、やば。 SR56 枚と、あとなんか個別で値段が全部違うんや、うん、ね、うん、結構バラバラやな。大変やな、これ大変よ。これで、僕らが気に食わんかったやつだけこう横線でピーってやって、うん、あのこれは買い取りちょっと不満ですと、うん、だから買い取りしませんっていうあれやるらしい、うんうん、ここにちょっと一旦軽く確認しますか、じゃあ、うん、2人で見て、このここね、見えへん、ちょっと見たわへん、ここ見て、オリジンパルキア、オリジンディアルガの数大迷惑。ここに来たら買えますここで買ってください皆さん、はい、このトレカボムでオリジンディアルガとパルキア買ってください。大量に入荷しました今大量に僕らが入れてきました。デッキ作ってください、ここでちゃんと、しかも家にちょっと余分に置いて、これやからな、うん、はい、買い取っていただきました、まあ、若干修正加えてもらって全然、あの何かあればね、まあ、全部結局買い取ってもらったので、うん、結果 ね、 ありがたいですね、これがこうなりましたということです。21万7300円、うん、えぐい、えぐい、えぐいな。じゃあ、あ、なんか今店員さん見てないわ、ちょっとこれ早くリュック詰めて、これ詰めて、あかんで、明日も、明日また持ってこい、これ買い取りバレるぜひ皆さん、僕たちのカードを買いに来てくださいこれはどうしますか、では、まあ、とりあえず一旦俺の あかんじゃん、あかんじゃん、あかんじゃん、ここに置いとったらあかんから、じゃあとりあえずそれ直して、はい、じゃあ全部いただきますで、ね、以上、はい、カード売ってみた2段でした、はい、皆さんもぜひお手元のカード売ってくださいあ、閉めてください。あ、なるほど、眉毛がすごいテカテカだなと思った人これはあの眉アートをしたので仕方ないので気にしないでくださいあ、どうした、はいはい、じゃあ500円のガラガラ2回やります。はい、金を出します。金を出して忖度動画としてこれをね、未来英語を残すと、なあ、いけ、いけ、あ、
はい、残念でした。出ました。やめろ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 。シロでした。ありがとうございました。はい、またやりましょうね。以上です。動画は以上です。